中村哲さん亡くなって半年になるんですけども、うん、ちょうど中村哲さんとお会いしたのが2002年の1月でした。2001年に911のテロが起こってアフガンに爆撃をしましたよね。その時に哲さんが勘弁してくれと、絶対にやめてくれと、今本当に悲惨な干ばつがこの、中東で起こっていて、ただでさえね、その食べられなくなってる人がいっぱいいるっていうところに無差別爆撃するなんていうのはもうとんでもないことだということで、あの哲さんがそれにノーを突きつけた。それを聞いて私は絶対 彼の言っていることが正しいということで、すぐにあの中村哲さんの応援を始めた。彼が言っていたことは、農業っていうのは命を支えるベースである。うん、だからあらゆる生活の原点に農業があって、農業があるからそこで人は体を癒せる、心を育てる、医療も教育もあらゆることが農業、土の上に人があの営んでいることの上に成り立つべきじゃないか、うん、おびただしい地域が、砂漠化がもう手の施しようがないほどの形で砂漠化が進んでいる、その現状を哲さんが訴えたわけですよね。これ危機なんだ、人類の危機ですよ。土の上に命として生きているというベースを守りながら生きていかなくちゃならないという、その提案を受け止めていきたいなと思っているんですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。